皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのどしです。今回は小学校6年生の算数資料の調べ方についてお話しします。あるクラスの20人が1ヶ月に読んだ本の数を調べた。ここに表があって、こちら読んだ本の数の資料ですね。一人何冊を読んでいるかっていうのがここにまとめてあります。表の方を見るとこちらが本の数、0冊以上3冊未満、3冊以上6冊未満と、前の数には以上、後ろの数には未満がついて省略してあります。この以上と未満を最初に説明しておくと、以上というのはその数を含む、未満というのはその数を含まなくてその数より小さいということです。ですから0冊以上3冊未満というのは、0は含むけれど3冊の人はここじゃないよと、3冊の人は3冊以上6冊未満に書くんだよと、こういう意味になります。もう一つ、じゃあ9冊以上12冊未満だったら、9冊から10、11までですね、9、10、11冊はここに書くんですけど、12冊の人は12冊以上15冊未満に書くということになります。こちらがその人数を書くところ空欄になっています。括弧1、資料を元にして表を完成しなさいと、こういうことですね。じゃあこちらの資料を元にしてここの人数へ穴埋めをしていきたいと思います。この時、ここの読んだ数を元にしてここに何人いるかを調べるんですけれど、この人数の後ろに正しいという字を書いていって、ここのところに何人いるか、ここに何人いるかというのを確かめていきます。では始めますね。読んだ本の数、1冊の人は0冊以上3冊未満ですから、ここに、正しいという字の1本目を書きます。次は2冊の人ですか、やはり同じところですね。4冊の人、これは、3冊以上6冊未満ですから、ここです。同じ4冊がもう一人いて、ここですね。そして3冊の人です。3冊は3冊以上ですよね。こちらに書かないように気をつけてください。3冊以上6冊未満、3はこちらの方に入ります。で次が7冊、7冊は6から9の間ですから、ここですね。で0ですね。0は読まない人いるんですね。ここですね。そして1冊の人、ここです。で次が12冊です。12冊の人は12冊以上15冊未満で、ここに正しいという字の1本目を書きます。次が5冊です。5冊は3から6ですから、ここですね。次6冊ですね。6冊はこちらです。6冊以上9冊未満、6から9のところに書きます。次が5冊ですね。5冊の人は、3から6ですね。8冊は6から9の間ですから、ここですね。6冊以上9冊未満、10冊です。10冊の人はここになりますね。で9冊の人は9冊以上ですから、こちらですね。ここになります。書くところ間違えないように。次が3冊です。3冊はここですね。3冊以上のところですね。次が11冊ですね。11冊は、9から12の間と。次は2冊ですね。2冊ここですね。で1冊ここですね。で13冊は12冊以上15冊未満で、ここになります。これで全部、ここで数え終わったわけです。そうすると0冊以上3冊未満の人はここを見ると、6人ですから、ここに6ですね。3から6も6と、6冊以上9冊未満は3です。9冊以上12冊未満が3人と、12冊以上15冊未満が2人と、こうなりますね。全部足したら合計の20人にならなきゃいけないんですね。6足す6は12、12足す3は15、15足す3が18、18足す2は20で、合計は20人と、合っていますね。これで表が完成しました。括弧に、9冊以上読んだ人は何人いるかと。これ間違ってね、9冊以上だからここの3人
って書いちゃう人が意外と多いんですけど、9冊以上ってことは9冊以上だったら全てということなので、この12冊以上15冊未満、ここに入ってる人も数えます。ですからここに3人ここに2人ですから、合わせると 3+2 で5、5人が答えになりますね。カッコ3、読んだ本が6冊未満の人は何人かと。6冊未満ということはこれ6冊未満ですね。これより少ないところですから、これより少ないこちらも入りますね。ここでもやはりこの6だけを書いちゃう人が意外と多いんですけれど、6冊未満ということは1冊でも2冊でも0冊でもこれ6冊未満になるので、こことここの数の合計ですね、6たす6でここ12人いますね。このようになります。括弧4、6冊以上9冊未満、6冊以上9冊未満ですね、この人は全体の何パーセントかと、何パーセントかって求めるときにはそこに入っている人数を全体の人数で割って100をかけます。とここに入っているのは3、全体は20人ですね。3÷20 かける100をします。とこれ計算すると15なので、これ 15% ということになります。ここではね、3÷20をやって 0.15 になる。 0.15 は100分率に直すと 15% だから 15% と、こういうふうに考えても構いません。括弧5、読んだ本が少ない方から10番目の人は表のどこに入っているかと、こういう問題ですね。少ない方から数えていくと、ここで、1、2、3、4、5、6、ここに6人いますね。6、7、8、9、10、11、12となので、10番目の人ってここに入っていますよね。ですから10番目の人は表のここのところ、3冊以上6冊未満のところに入っているので、これが答えになるというわけです、ね。ここにいる人数、例えば15番目の人はって言ったら、ね、ここで12、13、14、15とこういうふうに数えていきます。そうすると15番目の人は6冊以上9冊未満の中に入っているということがわかるんですね。今回は資料の調べ方で表を作ってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。